はい、行きましょう。十文字先生でございます。よろしくお願いします。今回も番組ではおなじみ十文字先生にご協力いただき、すでに各チーム一人ずつが催眠状態に。最終対決は逆転可能な50ポイント。さあ、それでは行きましょう。最終対決、十文字先生、はい、どうですか、日村さん見たら笑っちゃうみたいな、はい、そういうのね。あ、はいはい、気持ちいいもんね、日村さん見ると笑っ、嬉しいね、はい、では一回いきますね。はい、はい、はい、では皆さん眠って、スーッと力抜ける、スーッと抜ける、どんどん抜ける、スーッと抜ける。3つ数えると気持ちよく目が覚める、気持ちよく目が覚めると。あなたはどういうわけだが、日村さんの顔見てるだけで大爆笑、めちゃめちゃ面白くなるよ。1つ2つ3つ、おはようございます。さらに笑い増えるよ。2倍、4倍、うまい、嘘、6倍、わかんない、8倍、10倍、近づいてくるともっと面白いよ。え、マジでわかんないな。近づけば近づくほど笑いがこみ上げてくるよ。え、すごくね、わかんないよ。どんどんこれでしょ。めちゃめちゃ笑い、さあ、ものすごい笑い、すげえ、みんな上手くない？他の人もすごい。サイン時計